当初はヘッドマーク付けで3両での運転も行われた北見は北海道旅客鉄道が旭川駅北見駅間を赤北本線を経由して運行する特別快速列車である。本港では2017年4月1日から2020年2月28日まで本列車と同一の区間で運転されていた臨時快速列車についても述べる。 旭川駅北見駅間に着いた地往復運転され、上り列車が北見駅を午前10時台、下り列車が旭川駅を昼過ぎ14時台に発車し、下りは3時間21分、上りは3時間22分で結ぶ。旭川駅では、特急、カムイ、ライラックと、北見駅では、網走駅、知床シャ駅方面の普通列車と接続する。 特急券等の特別料金券は不要な列車で、あるが、同区間を走行する特急、おほうつく、大雪を保管する意味合いが強く、特急列車との所要時間差が小さいのが特徴である。所定ではキハ54型機動車、またはキハ150系機動車1両を充当し、ワンマン運転を行う。当初はキハ54型の3両を専用車として2両編成で、使用。 ペパーミント指摘紙のマスコット、ミント君を描いたヘッドマーク及び側面にマークを掲出し、ペパーミントとレーンの相性が付されていた。口術にある通り新聞等のサービスを行ったほか、運転区間が長距離に及ぶことから JR、北海道の他の普通、快速列車が禁煙化される中、デッキに灰皿を設置し、喫煙可能となっていた。 ヘッドマークは小型への変更を経て2003年頃までに、形出を取りやめ、マークと自動販売機は2004年までに撤去された。同時期の全面禁煙化により、灰皿の撤去も行われ専用車を用いる必要がなくなったことから、以降は502から504以外のキハ54型も運用についている。キハ54型の全面種別膜には特別快速がないため、 快速を表示していた。旭川駅、東馬駅、上川駅、白滝駅、丸セップ駅、遠軽駅、安国駅、生田原駅、ルベシベ駅、相内駅、東愛の名駅、西北見駅、北見駅、括古内の駅は、下り北見行の未停車。ホリデー北見のヘッドマークかつて、土曜、休日に、旭川駅、北見駅間を1日1、往復運転していた、臨時快速列車。 キハ150系機動車によって運転されていた。なお、下りは、季節臨時列車である、臨時特急をホーツクとほぼ同じ時刻で、運転されていた。臨時特急をホーツクが運転される時期には、当列車は設定されなかった。1994年時点での停車駅は、以下の通り。停車駅、旭川駅、上川駅、遠軽駅、陸田原駅、ルベシベ駅、北見駅、旭川駅での、 臨時快速列車の発車表2017年4月1日より、近、土日曜日の夜に、旭川駅北見駅間で折臨時快速列車の運行が開始された。その後、2019年3月以降は、土曜日の運転が行われなくなった。JR 北海道が利用の少ない路線の利用促進を目的に列車を増発した珍しい例だったが、利用は低迷し、 2020年2月28日の運行をもって終了した。上川伊島の下り最終列車となる特急おほうつく3号の1時間後に札幌駅を発車する特急ライラック35号から旭川駅で接続するダイヤとしており、マルセップ駅北見駅間の確定車駅からの札幌方面滞在時間を拡大していた。停車駅旭川駅東間駅上川駅 マルセップ駅、エンガル駅、ルベシュベ駅、東アイノナ駅、西北見駅、北見駅1987年11月2日より、北見バスと道北バスが、同区間で、都市間、バス、特急席北号の運行を開始。JR 北海道は、臨時急行、大雪を運行していたが、都市間バスの校長を受けて、新聞や、雑誌のサービスや、飲料水自動販売機を設置した。 専用車両を用意、運賃、料金差を抑えるべく別料金がかからない特別快速に変更された。当初は乗客数によっては1988年夏以降に定期列車化も検討する季節臨時列車としていた。ところが特別快速化後最初の運行期間の乗車人員が130人の定員に対し平均約100人と好調であった。 そのため予定より早く同年4月22日から毎日運転となっている。季節運行の休行、大雪の旭川駅北見駅間を変更する形で運行された。旭川発は同日から4月3日まで、北見発は3月20日から4月4日までの臨時列車だった。北見駅旭川駅間の普通列車自由席、旭川駅札幌駅間の特急列車自由席が、 利用できる4枚綴りの回数券。北見駅、ルベシベ駅、エンガル駅など10駅で発売された。2019年現在、すでに販売を終了した。ABCD、公表の快速列車、北、未行22日から、通年運行。北海道新聞。AB、キハ150型が特別快速、北見に使用される。鉄道ニュース。 オリジナルの2020年3月26日時点におけるアーカイブ。2020年4月19日閲覧。ABJR 時刻表ピアニッシ六も671から 673JR 関北線で臨時快速運行4から9月の週末夜に旭川初北見行。北海道新聞。オリジナルの2017年3月25日時点によるアーカイブ。 2019年12月27日閲覧。AB、赤北線臨時快速2月28日で終了大朝日川、北見、利用伸びず。北海道新聞。オリジナルの2019年12月27日時点によるアーカイブ。2019年12月27日閲覧。海峡線含め大幅増発 JR 春の。 臨時列車道内は216本に。北海道新聞。快速列車、北、見号1万人目に、札幌の大田さん。北海道新聞。北見札幌間に、海水圏 JR 旭日川支社、3日から発売。北海道新聞。東旭日川駅に特急が、臨時停車朝日山動物園見学にどうぞ来月、1から5日駅からは、無料バス。 北海道新聞、JR 時刻表ピアニッシも716から719。ありがとうございます。